時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です、お相手はユニット系の関東滝とFM ギナマンのひろきです。はい、ひろきさん忘れてましたね。いや油断してた。油断してたですね。隙あらずということで、はい、あ、今日は元気ですね。いやいや、大丈夫です。、はい、ということでですね、先週、ツイキャスの方で、ね、はい、お題を募集しましたところ、洋楽、そう、ね、今週はね、洋楽を、みんなで聴いていこうと、ね、いうことになりましたので、やったーって感じだね、はい、今日のお題は洋楽でございます、はい、皆さんのね、心に残ってる洋楽、大好きな曲、うん、ね、ラジオで聞きたい曲、ね、ね、そういうものを、リクエストいただければ、はい、嬉しいです。コンティニューコインがすでに5枚。ありがとうございます。ありがとうございます。すっげー早いな。こちらの放送はですね、サイマル放送もやっています。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。こちらはですね、ホームページ開きまして、画面が映ってるところの再生ボタンではなくて、リスンラジオですかねというボタンがありますので、そちらを押していただきます。そして、全国のラジオ局の中から九州沖縄を選んでいただいて、その中から FM ギノワンをクリックしていただけるとですね、ラジオで聞いているのと同じような放送、要は曲もちゃんと聞くことができますので、ぜひそちらでお聞きください。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、こちらも同じですね、 FM ギノワンを選曲してくださいということです。ツイキャスの方はいつも通りそのままコメントをお願いします。そして、ラジオでお聞きの方、ニューストリームでご覧の方はですね、数字で797アットマーク fmginowan.com、 数字で797アットマーク fmginowan.com、 このアットマーク以下の fmginowan.com はすべて小文字になっておりますので、そちらの方まで、メッセージいただけるとありがたいです。では、まずは CM。 最初はどれでいきますか？レディオがいいですか？クイーンの。あ、クイーンのレディオ。何回も流してるけど、あれ好きなんですか？キャプテンさん、ありがとうございます。いきなりコンティニュークイーンの。D はいつも油断しまくりだ。かっこいい。どんな感じでいきますか？開けすぐに、喋り入れてからのにいきます。そうですね。うん、もう開けすぐ、開けすぐで、はい、はい、お願いします。一発目、クイーンのレディオガガからいきます。あ、いいなクイーンですね。お、Don't Stop Me Now、 あ、いいな。最後がまたね、かっこいいんだよね、ゆっくりなってね。クイーンかっこいいよね。マイケル・ジャクソンもありましたよね。あとホイットニー・ヒューストンね、選手。あのね、あ、そうだ、ひろきさんはエンヤとか聞くんですよね。あ、大好きです。ね、はい、僕の洋楽のリクエストは、ケニー・ロギンスの Meet Me Halfway。 D にナイトガレージのエンディング曲と言ってくれたら分かりますって言ってありますけど、明けですか？もう明けで、はい、じゃあレディオガガします。はい、あ、レディオガガはごめんなさい、あの、BG で、あ、BG で、はい、はい、じゃあ、またあげます。はい、ということで今夜のちょっとストリーム、うん、洋楽、はい、特集というかね、いいね、洋楽をお送りしたいと思います。早速ね、リクエストが入っておりますけれども、嬉しいね、うん、ブルガリさん、やはり洋楽ならクイーンの Don't Stop Me Now。 おお、迷っちゃうんだよね、いっぱいいいのがあるからさ、ね、
クイーンだけでも2のいっぱいありますからね。ね、そしてキャプテンさんからはケニー・ロギンスの Meet Me Halfway、ね、こんなの来てますよ。あ、猫の大吉さんも来ました。ホイトニー・ヒューストンの All at Once、 いいですね。どんどん来ますね、洋楽は。ではですね、ひろきさん、Don't Stop Me Now と、ですね、ケニー・ロギンスの Meet Me Halfway を2曲続けて、はい。今日はひろきさんね、元気ですよ、うん、いいよね。ラジオのお聞きの皆さん、何のことかと思われるかもしれません。先週は、ね、元気なかったんですよ。若干疲れが、そう、ね、どちらかというと酸素不足みたいな。あ、もうはい、そう、ポカーっとしてた感じで、ね、ポカッとしてた感じ。まあもう酸素十分ですか。十分、まあ、十分かどうか分かんないですけど、まあ大丈夫です。あ、じゃあ次に Don't Stop Me Now いきますね。はい、めっちゃ多いんですよ、うん、事件、うん、あったんです。ああ、事故もあったね、うん、あ、事故もありましたよ、事件も。普天間神宮前でね、あ、こっちで、うん、あっち、あの普天間神宮過ぎてすぐ右側の中央分離帯にボンって、ね、あ、たまにね、見る、うん、だけどね、ライカムのとこからね3台こ、あの小屋の方に向かってパトカーがかなり急いでたね。かなり急いで走ってました。なんかその前もね、僕たち、あのほら、FM パサから来たじゃないですか、はい、あっちでも3台ぐらいパトカーがすごい勢いで走ってたんですよ。なんか事件ですね、姉さん事件です。古いな。古い。あ、ですね、候補として We Are The World も来ましたね。あ、そしてマイケル・ジャクソンの Man in the Mirror。キャプテンさん、ポーッと来てますけど。いいな。キーが高いよね。ね。ひろきさんも円や突っ込んでくださいよ。あ、いいや、いいんですか。どうしよう、どれでいこうかな。迷ってる、迷ってる。本当に好きなものって何かけようか迷いますよね。わかるわかる。あれもいいし、だからもいいし、なんでもなって。定番でいくべきと。さあ、キャプテンさんが来てますよ。D は洋楽では何が好きやねん。円やとか、はい、クイーンも好きですし、アバとかカーペンターズとかも好きです。そうですよね。アバとカーペンターズね、はい、この間お話ししてましたよね。ドライブに最適な曲やな、クイーン、本当に、うん、ちょっと乗るよね、うん、高速道路に最適です。特にこの曲は、ね、高速道路に乗るところ、あ、だんだん加速していく感じがね、最高です、うん、続けていくんですよ。これはどこだ、ここだよ。いいね、ドリフカーズ。そのまま高本浩二さん、高本浩二さんうちの人なんですよ、うん、ね、人弁の中本さんだよね。そうそうそう、最初ね、気に小学生とかなんで気にならないでしょ、高本さんうん、ね、
が、うん、その輪廻がちょっと、うん、あとかそういう気づいたというか、ね、ありますね。新さんも、うん、関係者かもしれない。すごい、アライチュー出た。ドリフ。あ、昔の、前のアイデア、あの、うん、志村さんの前。前あ。なかなかみんな知らないですよね。わかんないです。僕もなんとなくもしかしてっていう感じで、あ、志村さんの前かな。僕の時もやっぱりすでにもう志村けんでしたもんね。はい、ですよね。うん。なんだバカ野郎。ね、え、長介さんね、うん、あれ、長介さんも亡くなってるね、うん、ね、加藤ちゃんも相当年取ってるしね、もうおじいちゃんだもんね、本当だよね、ねえ、ブーさん全然出ないでしょ、はい、あ、確かに、うん、で、中本浩二もあんまり出ないですよね、吉村健さんぐらいですよね、はい、出るね、面白かったよね、あの、雷さんが好きだった、え、体がいい、雷、あ、雷様いつもウーさんがやられるパターンね、そうそう、ごめん、あ、バッキーさん、ありがとうございます、お茶、バッキーさん、なんかいらっしゃいませんの感じです、先ほどもありがとうございます、ね、本当にありがとうございます、光の長介さん、亡くなる数ヶ月前に間近で実物見たら背が高くてめちゃくちゃかっこよかった、あ、そうなんだ、光の長介さんね、うん、ベーシストなんですよね、あの人ね、あ、そうそうそう、うん、もう本当にね、ベース、ウッドベース持ったらめっちゃかっこいい、ひょうきん族と視聴率争っていた頃かな、うん、うん、まあ、そうですよね、そうそう、志村けんさんもね、僕じゃないんですけども、ね、うん、まあ、近づいたとしてもかっこいいって言ってましたね、あ、やっぱ違うんだね、うん、とね、あの画面とね、そうですね、やっぱりね、ああいう風にされてますけどね、テレビに出るときはね、うん、だけど、まあ、素のっていうか普通のね、こき、うん、っていうのは全然違うんでしょうね、結構あの外に出ると普通だって分かんないこともあるよね、分からないこともありますよね、だけどオーラが違うとは思いますね、はい、ということでですね、クイーン Don't Stop Me Now、 そして、ケニー・ロギンスの Meet Me Halfway、2曲続けてお聴きいただきました、どんなですか、気持ちいい、気持ちいいですね、うん、洋楽ね、やっぱりね、先週、先週俺いない休んでねなんか最近ずっとね洋楽ではなくてね、邦楽の方ばっかり、流してましたんでね、やっぱりいいですね、はい、洋楽ね、うん、しかもなんだろう、ケニー・ロギンスなんかこの夜にぴったりの曲ですよね、うん、そしてね、まだまだリクエストたくさん来てますけどもね、ちょっとねここで一曲、ひろきさんのおすすめ曲、はい、ああ、さっき油断したらダメって言ったんですけど、てっきり油断してましたね、ちょっと待ってくださいねじゃあですね、まず一曲目に、猫の大吉さんからのリクエストで、はい、マイケル・ジャクソンのマイン・ザ・ミラー、マイン・ザ・ミラー、はい、そしてひろきさんのおすすめを2曲続けていきましょうか、ちょっとマイン・ザ・ミラー、はい、検索中でございます、あ、オールアットワンスの方は先に出せます、ちょっと言ってくださいね、スペルを打ち直さないといけないんで、マイン・ザ・ミラー、マイン・ザ・ミラーで、はい、失礼しましたね、え、だけどやっぱり夜にね、うん、しっとりした曲っていいですね、うん、特にこうほら
眺めがいいでしょ。そうなんですよ、眺めがいいです、ね、いいよね。あのね、一度ね、皆さんね、この放送の時間帯に、もう来ていただいて一緒に放送しましょう。あ、本当だ、うん、もうその時はしっとり系ばっかりでも、野郎ばっかりみんな集まったら大変なことになるね。いや、そんなことないよ。そんなことないですか。そんなことない、そんなことない。もう皆さん向こう向きで向こう向きでね、そうそう、外向きで、ね、うん、ラジオをね、今お聞きの皆さんもね、ぜひね、一度FM ギノワの方、中に入って、見ていただきたいと思います。そうだよね、うん、あのね、夜景とっても綺麗ですしね、うんうん、で、スタジオの中も見れますしね。まあ、機会があったら、ぜひ遊びにいらしてください。ぜひ。それじゃあですね、ちょっと順番前後しましたが、マイケル・ジャクソンのマイン・ザ・ミラーから。ザワールドって、ヒアザワールドの次も行っていいですか。はい、ホイットニー、ホイットニーヒューストンのオールアットワンス。オールアットワンス、はい、しばらくに会ったことあるにゃ、小さかったにゃ。ケンさんは165センチぐらいしかないのかな。あ、そうなのかな、なんかね、160台だった記憶なんですけどね、うん、そんなに、うん、確かに大きい人ではないみたいですよね。会ったことあるんだ、いいなぁ。え、カトちゃん、かなり昔なんだけど、ビリーバンマン、ビリーバンマンって知ってる？知ってるよ。空港で見たら、すごい小柄だった。あ、それ影のせいだよ。いやいやいや、ビリーバンバンさっきの坊さんみたいにちっちゃいって言うんじゃないけどさ、背中に書いてなかった、ビリーバンバンって体がダチョウクラブもいたにゃ。ああ、いいですね。 D 年中油断しやがって、ビートルズのレッティッドビーを聴くと身が引き締まるね。そして集まると男ばかりに、何ラッキーさんがハレム状態に嬉しいな、いいんじゃない。ってことで、行くにゃ来てにゃ、嬉しいにゃ、ね、いや、本当にね、この夜景を見ながら ね、この曲を聴くとまたいいですよ。本当だよね、その時はちょっとね、照明暗くしていただいて、照明暗くしてもらってね、ロボソフトとかでいいですよ。怒られる。スポットだけでいいね、スポットっていうか、怖い、間接照明だけね、うん、なんか怪談話みたいな、下から上がっててそんなのもありじゃないですか。うん、これ、中学校ぐらいの時に聞いたのかな。これ、うん、カセットテープで聞いたんだよ。懐かしいね。友達にね、マイケル大好きな人がいて、あ、吉村君っていうんだけどね、うん、ムーンウォークとかもね、もう完璧マスターしてて、そんな、全然そんな人に見えないんだよ。F1 がある日は、学校に遅れてくるっていう。ああ、夜中も見てるから。そうそう、夜中見てるからね。照明消したら、やる目で D の顔がお化けに見えるんだよ。これ、ブルガリさんからですね。あ、そうか、このモニターの明かりとボタンの明かりぐらいしかないんですね、そこね。そうです、一応この関節とか、マイケル・ジャクソンは、あ、ヒール・ザ・ワールド、いいですね。あ、いいね、あね、いいですね、ね。いい曲いっぱいありますね。なんか嬉しくなっちゃうね、うん、なんか私たちってほら好きなのもいっぱいあるから、調子しにくいから、うん、リクエストもらうと嬉しいよね、うん、マライア・キャリーの Joy to the World とかいいね、うん、すごい。
これの次は、ひろきさんですよね。で、ウェッティング・ヒューストンですか、オール・アット・ワンス。We are the world行って、We are the world 最後に持ってくるか。あ、いいね。エンディングね。みんなで合唱しようか。いいね。誰パートみたいな。うん、今、大吉さんですとかね。今、キャプテンさんですみたいな。ね、で、ブルガリさんって。アッキーさん見てるみたいな。アイカーキンやろ。なるほどさ、ワールド。それ曲じゃねえやん。なるほどさ。いいね。懐かしい。ウケる。違うか。昨日のスタジオにレディーガガ呼んでほしいな。あ、久子さんに頼んでみよう。レディーガガ呼べませんか。お国が違うからな。国が違ってもだってほらロンドンとかも全然 OK じゃん。あ、そっか、うん、さあひろきさんチョイス。レディーガガね、一応ダメ元で言ってみよう。久子さん呼べないね。レディーガガ、うん、待ってよ、曲が。レディーガガって今日乗らないから帰るって言わないから。えだけどほら、レディーガガってこの人がしないことやるの大好きさ。うん、あ、なるほど、うん、別にあの人お金に困ってるわけでも何でもないんだから。うん、面白いって来るかもね。うん、いいんじゃないみたいな、そんな感じで来てほしいな。でもレディーガガ来たらどうやって話そうかな。そこが問題。呼ぶのが問題だ。普通ね。その前にまず呼ぶのが問題だろう。ちょっと待ってよ、ひろきさん、この曲はなんちゅう曲？あ、この今流れてるやつですか。エンヤのテルツっていう曲ですね。テルツ、はい、いいね、ひろきさん知ってるね。エンヤがもともと、はい、ケルト人なのかな、うん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 、なのでそっち系の音楽からインスピ受けてるんですよ。あ、はい、いいですね。そうだね、今日は一生懸命もこれを消化していってみようか。こんなにたくさんやっぱりいいっすね。ホイットニーが入ったでしょ。ホイットニーって次一回スタジオ戻ってきて、あ、そっかそっか、次ホイットニーに行きます。うん、ホイットニーとフィールザワールド、なるほどザワールド、そのつもりか、うわぁ、くそ、今頃気づいた。やられましたね。なんて、マジ、なんて気の利かない。D と一緒だ。スタジオに戻ります。はい。はい、いかがでしたでしょうか。エンヤね、マン・イン・ザ・ミラー、そしてエンヤのケルツっていう曲です ね、 ね、はい、ケルツ、エンヤはなんか久しぶりに聴いた感がありますね。はい、ね、あ、はいはい、うん、うん、やっぱりいいですね。うん、いいです、ね、素敵な声ですね。マイン・ザ・ミラーも懐かしいね。うん、もう何年前だろうね。ね、うん、あの何年前かは思い出したくないね。ね、もうある意味小さい時に弾いてたぐらいの勢いですからね。さ、まだねその後もね続々と、リクエスト入ってきておりますけれども、ここで一旦ねもう先に CM 行きましょうか。はい、そして後半をねちょっと長めにガンガン皆さんからのリクエストかけていきたいと思います。はい、
これどっちもね、キャプテンさんのコメントだからね。ちくしょう。いいね。沖縄の在日米軍とかどんな洋楽聴いてるんですかね。あ、在日米軍さんはですね、もう新しいのどんどん入ってきますからね。入ってくる入ってくる。あの結構若い子たちのね、曲が多い。ですよね。最初ホイットニーでしたっけ。最初ホイットニーですね。ワースで次ヒルザワールド。はい。曲は CM 分けすべきます。音楽を流すのもいいけど、菅さんの漫談聞きたい。きっとコンバットマーチを見ようでしょ。でで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 でってやつでしょ。いいな、これなんだっけ、あれ戦場にかけましたね。ジャネットダブス、ジャクソン、アゲイン。ジャクソンとかいるね。あなたの赤い糸。さっきの FM 小沢はね、このブーさんがゲストでした。ああ、うん。今度呼ぼうよね、うん。ギター持ち込みで。あなたもギター持ち込みしてるじゃん。たまには。たまには。ギター持って風とかかっこいい。触らずに終わるっていう。あ、すごいな、もう。お茶とか花火とか、もうブルガリさん、キャプテンさん。じゃあ、お前です、ね。ありがとうございます。大吉さんもありがとうございます。喋りからですよね。はい、ということで、ね、うん、ちょっとストリーム、今夜お届けしておりますけれども、いいですね、洋楽ね。洋楽、ひろきさんいいですね。ひろきさん洋楽聴き出したのはいつ頃からですか。いつ頃、でも結構ちっちゃい時から聴いてはいた。聴いていたかなって。でもやっぱ聴くのはやっぱカーペンターズとか、あ、そこら辺ですよね。ビートルズとか。これはやっぱりあのお父さんお母さんの影響。そうですね、カーペンターズはもう完全に親の影響かなと。はい。で、ちょっとアメリカのちょっとオールディーズの曲とかも好きなんですよ。ニール・セダカとかパッド・ブーンとか、ああいうのもちょっと好きですね。なんか僕、え、それってかなりかなりなのかな。僕の中ではアメリカのオールディーズちょっと前ぐらいのイメージなんですけど、ちょっと前っていうのは言い過ぎですね。まあ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 前ではあるんですけど、うん、結構アメリカのオールディーズも好きですね。はい。ザ・フィフス・ディメンションズとか。これ、うん、どなたの影響？これは、まあ多分親の影響じゃないかなと。まあ、CD があったぐらいなんですけども。結構アメリカのオールディーズ知らないやつとかでも好きですね。あ、うん、まあ、その頃の、まあ、曲調というか、そういうの感じですね。はいはい。あのやっぱりそのなんて言うんだろう、このレコードかけて、はい、アメリカの若者がその集まってるような、あの、うん、あるじゃないですか、その。ありますね、はい。60年代、70年代ぐらいの。この映像的にね。はいはい、イメージ。イメージね。あの、例えばエルビス・プレスリーの曲で踊ってるとか、あんな感じのイメージのアメリカの曲が好きなんですね、僕。はい。あのね、今の、はい、この、なんだろう、このジャスティン・ビーバーとか、ああいう系じゃなくて、それこそプレスリーとか、はい、そういうカーペンターとか、あの時代のアメリカが好きですね、僕は。あのですね、はい、あの時代のアメリカを体験したいんであれば、はい、教会に行くと体験できます。あ、教会。教会ではですね、はい、たまにね、あの、別に僕、クリスチャンとかではないんですけども、それこそね、高校生ぐらいの時に、はい、とある、はい、いつも2人で自転車に乗って行動される方がいらっしゃいまして、あの方たちからお誘いを受けまして、ね、お誘いを受けまして、はい、僕はね、そういうのに興味はないと言いつつ、はい、うん、しっかりパーティーに行ってきまして、あ、はいはい、そしたら、ね、パーティーで、ね、そういう曲を流して、あ、いいっすね、流して、はい、でダンスっていうのをやるんです、はい、もうみんなで、はい、だから50名、60名ぐらい、はいはい、ね、その教会のそこをホールっていうかで、うん、みんなで、あの、決まったね、踊りを踊る、はい、そういうダンスをね、うんうんうん、それこそ僕たちが映画でね、あ、見るような、はぁはぁはぁ、ね、ああいう、こういう、なんていうか、集いじゃないですけど、うん、それこそパーティーがね、ケーキ、あの、うん、甘い、すんげえ甘い、うん、ね、ザラザラのケーキを食べながらっていうね、のが築地とかでね、うん、されてますんで、もし興味があって、なるほど、あの、心がブレない自信があればそこ大事ですよね、一応。そうそう、大事ですね。いや、別にブレてもいいんですよ。あ、まあまあいいんですけど、自分がそれで良ければそれでいいんです、
ども、そこにはそういう回収したくないなって、うん、なるほど、はい、っていうね、そこから、うん、まあ、それに自信があればね、うん、行ってみるのも、そうですね、一応まあ良さそうですね、うん、しかもね、英語もね、うん、優しく教えてくれます、うん、まあその間にね、ちょいちょいいろんなの入りますけど、ね、はい、うん、そこはスルーしてね、ああそうなんだね、まあ、彼らの一番の目的はそこかもしれないんですけどね、そう、目的はそこなんですけど、僕は最初にちゃんと言ってますからね、はい、だから一応教えてくれます、ね、こういうことをするんだよっていう、ね、はい、ことを教えていただけるそうなのかぐらいです、はい、なるほど、とかあります、そうそうそうね、さあさあさあ、もうリクエストいっぱい入ってますので、じゃあ曲いきます、はい、曲お送りしましょう、はい、次の曲何でしたっけ、ホイットニー・ヒューストンのオール・アット・ワンスです、はい、はい、これもね、マインド・ミラーとかのあの辺と同じ感じのイメージなんだよね俺、うん、だけどこれは高校ぐらいの時に、あーこれはね、うん、夜寝る時に聴いてた、あああ、すげえ、もういっぱい入ってる。この番組はガン&タッキーのジェットストリームアタックをお送りしております。なんか名前が変わってる。アバのダンシングクイーン、あー、うーん、そうなんだね、俺の世代はボンジョビだぜ、確かにボンジョビもいいですね、あ、ボンジョビもいいよね、うん、いいんだけど、今はホイットニーだよ、うん、ホイットニー、ホイットニーヒューストン、皆さんのバンダンサークルです、いいね。ありがとうございます。リクエストは F1 のエンディングテーマ曲になっていた In This Country、 出ますかね、これかけたいな。ブルガリさん車大好きなんですね、もしかしてね。まあ、BM のマークですしね、それ好き、いいね、ありがとうございます。 In This Country が映画 Over the Top のエンディングテーマが最初、あ、そうなんだ、あー、サロンの腕相撲のやつ、うんうんうん、あの腕がバキッと折れるやつね、やってる、あ、AKB ファンさん、お久しぶりです、こんばんは、あ、本当お久しぶり、こんばんはだね、うん、うん、あー、プレさんの愛称は BMW、 ベンベですね、うん、今の若い子にベンベって言っても通じないからね。でもヒロキさんには通じるよ、年齢差し押してるからね。だって俺より絶対上だもん。いやいや、そんなことないです。あの、ちょっと余談だけど、はい、ちなみにご両親おいくつ？僕の父親、母が6、あ、父親が9、あ、90、あ、いや、1950年生まれなんですよ。父が1950年生まれなんですよ。なんで67、今年7になるのかな、母が63か4ぐらいだったと思います。お、はい、ちょっとまあこの年代の人の親からしてちょっと上ですけど、うんうん、はい、いや、聞かれてる曲がね、はい、大体わかるわけ、あ、はい、いや、ひろきさんは親も聞いてない曲を聞いてるわけだね、そういうのもあります。はい、一部便秘久々に聞いた、ベンツより BMW ハウス、 BM いいですよね、BM はですね、うん、なんていうのかな、電気系っていうとちょっと違うかもしれないですけど、うん、その辺がね、やっぱりどうしても弱い、弱い、あの、うん、ドイツ車、うん、BM に限らずですね、うん、ベンツ、フォルクスワーゲンもそうですけどね、でも一番面白いのはほら、車体が重いからドアが壊れやすいっていうの、はい、あれが一番面白かった、あのね、車体が重いからドアが壊れやすい、違う違う、ドア全開にしたら落ちるってやつでしょ、うん、あれは、フィンランドのあれ、もう最近言わないからもう車出してないから名前忘れちゃった、何だったっけ、何でしたっけ。マークどんなのだった？マークほらの十字のフィンランドのただ国旗のマーク。スボレーじゃなくて、スボレーじゃなくて。もうダメだもう。全然出てこねえ。ビーマね、エンジンがね、
やっぱりいいということで、スタイルとかもね。車好きだよね、あなたもね。シートは狭いです。カチッと固められる。車の話になるとね、なんかね、力があるよね。そう、最近のじゃない車ね。フィルターでいきますね。はい。なんかやっぱり、私たち洋楽好きだからさ、なんか癒されるね。そうですね。洋楽いいですね、やっぱり。よしひろさんに、お前洋楽歌えいや、お前洋楽歌えって、そんな簡単に言われてもね、じゃあよしひろさん弾いてくれますって話でね。営業者で買わされましたそんなんだ。あ、いいね、このセリフが最高。日本 GTR は BMW、M5 を抜くために作られたって聞いてます。そうなんだ。時代があるよね。時代がありますね。本当に、ね、まあ、その本当にその聴いてた時のね、うん、あのマイケル・ジャクソンの中で唯一この曲は歌える曲。ああ、うん、あとはね、踊らないとね、歌っちゃいけない雰囲気があるじゃないですか。ああ、うん、ベンのテーマえ、ベンのテーマ、ベンだ、あ、あ、ベン、あれは子供の頃ね。そう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 、だからジャクソン5の頃これは好きで歌えるぞ。俺ら20代ユーロビートが流行ったせい。ユーロビートスタートの辺になるのかな、曲的に。ユーロってそのね、言葉はずっと使ってましたからね、うん。ちょっと話戻るけどさ、GTR もそうですけど、はい、NSX があるでしょ、はい、ホンダの、ホンダの、はい、ね、VTEC エンジンなんですけど、DOHC のあれに同じ DOHC の語るよシビックの SIR で挑戦したら、はいはいはい、10秒でも直線があるんですよ、あの熊本のね、阿蘇、はい、阿蘇の道、そこのに向かう道でずっと直線なんですけど、10秒経ったら見えなくなりましたね。10秒かからなかったんです。最初のこの、うん、力いっぱい踏んだんですよ、もう最初から、うん、最初から思いっきり踏んで、はい、その時点で、うん、ボーンってあの時、うわ、こんなに速いのと思った。トイボーイ、トイボーイ、ユーロビート、ひろきさん知ってると思います、詳しいと思うんですけど、ユーロビート、ユーロビート世代でしょ。いやいや、なんか調べたら、ちょっと待って、ユーロビートの曲って言われると何か、どんなものがあるんだろう、ね、トイボーイ、ちょっとお題書いていい？あ、いいですよ、はい、いや、さっきほら、あ、これあのセリフがいいなって言ったじゃない。そう、セリフ。ね。うん、で、それで面白かったけど、さっきさ、うん、ほら、エルヴィス・プレスリーの、そう。あれ、何だったっけ？ Are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight? あれの、うん、いいんであろう。シニータって女性が歌ってた。これ、行きましょうか、ね。あー、はい。ボーイズ・トーイ。トイ、ボーイズ・トーイ？トイ・ボーイ。ボーイズ・トーイって出てきました。じゃあキャプテンさん、ボーイズトイって曲があるみたいですので、そっちをチニータさんかけてみますね。ええ曲ね。なんか年齢は別もいいかもね。トイボーイだってますね。トイボーイ、
トイボーイあります？あ、トイボーイですね。あ、じゃあそっちをお願いします。じゃあこの後、しゃべり屋さんにトイボーイ。はい。ティーンっていう名前を聞いて俺がイメージするのはジーンズしかもう全然関係ないよブルース・スプリングスティーンっていう名前が出た瞬間ジーンズみたいな意味わからないのが頭の中にあるBGM で F1 のやつかけれます F1 のやつどれインディスカントリーですあはいはいはい、うん、OK ですじゃあ BGM でこれ終わったら BGM にかけますね、はい、オールアットワンスとヒールザワールドでしたよね今ねはいはいあオールアットワンスですあそうですねオールアットワンスヒールザワールドきましたホイトニー・ヒューストンのオールアットワンスと、マイケル・ジャクソンのヒール・ザ・ワールドいいですねなんで笑ってんのいいんじゃない今日テンションいいよね洋楽聴くとテンション上がりますねやっぱり ねいつも低めなのね、 ねあれヒロキさんもそう思ってるいやいやでも本当にいいと思いますよ、はいね、いいですよ僕もテンション上がりましたよはい、この間2人死んでたもんねひろきさん酸素5月病、うん、その子5月病みんな休んでないのに5月病起こるっていうそうそうねえやっぱり洋楽いいですねいいですねあのもうね映画って本当にいいもんですねみたいなあれぐらいの勢いですよね洋楽って本当にいいもんです ね、うん、ねテンション上がってるねテンション上がってますよいつもテンションね下げ下げな私が語るしねそうで車の話なんか余計だよね車の話上がりますね、 ねうん大好きです最近の車はね全然わかんないですよもうエコカーだったりね、うん、あ面白くないもん、うん、ハイブリッドカーってねもうねすみません全部同じ見えます似てるもんねだって、うん、もう何でもいいんじゃないって感じ、うん、別にってまた軽自動車の方が楽しいぜっていうねはいそんな感じでね、お送りしてまいりましたちょっとストリームですけども早いですねあと12分しかないですよ、うん、あ何曲かけられるんだろうあのねあと2曲は弾けるはず、うんね、じゃあトイボーイと、はい、トイボーイウィアーザワールドそしてウィアーザワールドお送りしたいと思いますけれども、まずはトイボーイ1曲お聴きいただきましょうか。そうですね、はい。はい。はい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 。関西絶好調。はい、絶好調です。そうなんです。元気があれば何でもできる。元気ですか元気ですか先週の続きですね今日は誰も元気ですかって言われる人がいないねいないね、うん、元気だよ、ね、なんか見てて楽しいよ元気ですよいいじゃないですかねでも車の話にするとさあすごい楽しそうにさで、もう相手構え、お構いの人もねずっと喋ってたよ車の話ですか、うん、いや、相手お構いの話ではないですよ分かる人にしか話さないですよそうなの、うん、だから分からない人に話しても面白くないいやずーっと語ってるさだって興味がある人だったらよ そっちが振らないと自分からしないもんだって寂しくなるから、うん、だからってとっても知ってるわけでもないしただから自分がね好きなものだねそう走ってた時の、うんうん、やっぱり周りの人たちが乗ってた車だったり、うんね、ドイツ車だったりね、うん
そうそうそう。でもランボルギーニが一番好きです。あフェラーリよりも、うん、ちっちゃい時にねミニカーでね、うん、ランボルギーニ持ってたらカウンタックかっこいいと思ってなるほど、あ、無類の車好きです、キャプテンさん。いろいろね、教えていただくことが多いと思います。いや、教えてくださいって言うんだよ。ね、本当に教えてください。もう、車ネタね、ちょいちょい突っ込んでください。本当にね、ブルガリさんも、テンション上がりますね。うん、ブルガリさんも多分お好きなんじゃないでしょうか。ね。で、込みで大吉さんも結構ね、あの、何気にね、あの、この、フォードとかスケースなんてですね、うん、そうそういろんなね、うん、何でもいいんですよ、うん、車、何が好き、もうそれでいいじゃないですか。バイク好きもそうですしね。そうだよね、うん、車楽しいですよ。あなたも好きでしょ、だってノーマル好きだけど、なんでノーマルの 180じゃねえ、あの Z じゃなくて、なんだっけ、あなたが持ってたのスープラ、スープラ、ノーマルのスープラであの改造車を追いかけてた女の人はあなたぐらいだと思う。いやいやいや、58号線を暴走してた女はこいつです。え、愛車の猫バス、マジか。あれダメ、いやいや、反応した。猫バス一回作ったことあるよ俺。あの実写ではないですよ。おみこしで美術がね、とっても上手な友達がいて、はいはい、学校の時にね、学校の学生の時に作ってもらって。じゃあ、一回マイク、はい、マスはい、座る、ということでね、死にた、トイボーイお聞きいただきましたけれども、うん、ね、ユーロビートと言われて、私全く何も浮かばずに、俺らが20代の頃って言ってなんかコメントがあったけど、そうそうそう、20代の頃っていうですね、ね、だからあの頃はまだ、ね、そこまでまだ分類して聞いてなかったんだと思うんですよ僕、うん、ね、単純に普通の方楽で、あとはマクイーンとかもともと好きでしたよ、カーペンターズ、アバもそうですし、うん、あとエルヴィス・コステラとかね、ああ、あと、まあそういう XJAPAN ですね。なんでそこで X が出てくるんだってね、うん、それにハマってたから多分ね、うん、なかったんでしょうね。コステラで思い出した、だけどシッ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 いい曲がありますね、ね、それはまた次回にね、聞きたいな、さあどうでしょう、ね、残り7分30秒、来週テーマ、テーマだけどね、今日かけきれてないのいっぱいあるんですよ、はい、だからどないですか、ちょっと メモしててさ、ね、メモしといて、うん、皆さん来週も洋楽でもいいですか、ねえねえ、もうツイキャスは車の話でいっぱいでございますねえ、いっぱいでございますけど、いつもね、先週はね、音速の看護師セナちゃんの話が出ましたし、ね、 はい、あれ本当はね、音速の気候師セナですからね、はい、音速の気候師でございます、ね、よだって、まあまあいいや、よろしい、時間ないし、じゃあですね、はい、どうしよう、We Are The World 何曲ぐらいですか、We Are The World は長いから、うん、でも5分20秒なんで、まだあと1分25喋れるところです、ね、だからもう来週のテーマを決めますか、はい、来週のテーマを決めたいと思います、はい、来週のテーマはキャプテンさんからお許しが出ました、洋楽パート2、はい、広いですね、相変わらず洋楽パート2って、洋楽パート2なんですけれども、ジャンルをちょっと絞りますか、何かちょっと一つ縛りを加えた方がいいのかなと、ね、それこそ年代縛りなのか国縛りなのかとか、そうなんだよね、はい、テーマ縛りなのか、テーマ縛り、どうしよう、何でいきますかね、ね、何がいいかな、またうん、あ、ドライブで聴きたい洋楽、ね、じゃ あテンション上がるやつですね、テンション上がる系なのかな、そんなね、もう来週そんなことしたら僕帰って寝れないですよ。そのままドライブに行きたくなるって、だけどどうでしょう皆さんね、ドライブで聴きたい洋楽、うん、いいんですかね、まあそれこそね、ボンジョビとかね、その辺もね、うん、そうだね、ドライブで聴きたい曲、うん、テンション上がりますね、ドライブで聴きたい洋楽で、オアシスとかも出てきますしね、あ、はい、
じゃあ、来週はドライブで聴きたい洋楽ということで、はい、いきたいと思います、はい、ね、今日もたくさん、キャプテンさん、黒金さん、中野大吉さん、そしてアキさんも来られました、うん、AKB ファンさんもね、いらっしゃいましたね、もう、うん、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとストリーム、はい、来週も、お楽しみに、ユニット系のカント、ターキー、そして、FM ギナワン、ヒロキでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。ごめんね、取っちゃって。いい。あと一さん、拍手ありがとうございます。楽しい。お疲れ様、ありがとうございます。ね。感謝だね。うん。皆さんありがとうございます。本当に。ありがとうございます。花火も来た。綺麗だよね、うん、花火。なんかね、めっちゃ嬉しいですね、この。ね。うん。リサーリー連発。その、ウィーバードボール出た時に、うん、みんなでやりたいねって言ったのいいんだけどさ。うん、たまやー、はい。あ、すごいな、うん、でも結構大変なんだよ。あ、これをね、うん、うん、だからこれをいろんなもうメンバー集めて本当に一回俺やりたいと思ってるわけ。やりたいね。ね、ランもうランさんからボールさんからもうとにかくみんな集めてさ、ね、これ結構大変なんだよ本当に。いや、わかりますよ。だけど、シンディ・ローパー役を誰がやるかって答えなので、シンディ・ローパーやりますから真相だな。頑張ろう。ちょっとそうだね、トレーニングして、うん、お、すげえ。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。花火でいっぱいだ。きれい、すげえ。もう、開演祭なんか一回も見に行ったことないけどね。俺、これで十分だよ。十分ね。なんか花火合戦になってる。ダンスだ。すっげー嬉しいな。だけどあれですよね、夏とかね、皆さんスタジオに遊びに来て一緒に放送ってやりたいですよね。あ、はい、イベントもやりたいな、なんかね。大吉と打ち合いになっとるかな。撃った、先制攻撃。あのさ、ん、前ほら小田でやった時に、うん、番組を多分4時間とかって、あ、スペシャル、スペシャルっていうのさ、なんかやりたいな、昨日やりたいですよね。4時間スペシャル2回はやったんですよね、うん、アメージンコさんはね。そうそう、だからちょっとストリームもなんかそういう、そう、猫がそういうのさ、で関連のミュージシャンみんな呼んでさ、うん、その時にウィーバードみんな6時間いいぜって。6時間、6時間、うん、ひろきさん頑張りましょう。6時間。でみんな来てもらってみんなで楽しめたらいいよね。ね、6時間ジェットストリームアタック。まさしくね、うん、アタックですよね。うん、いろんなことしてさ、うん。もう出演ミュージシャンはこっちでもう揃えますしね。うん、だけどあれですよ、ね、逆にその出てくれる人に一曲はリクエスト曲をやってくださいっていうようなあれでやったらいいんじゃない。ああ、面白いかも。ね、うん、皆さんからリクエスト募集しといて、うん、それを、ね、みんなでね、一曲さ、振り分けして、うんうん、なんかやりたいね、そういうの ね。みんながやらないの、全部俺がやるの。え、あ、やれる、やれるって、やらなきゃいけないでしょ、リクエストもらってんだから。あ、すごいな、やる気満々やん。いや、だけどそんなことできたら楽しいでしょ。楽しい、楽しい、ね、だって、ゲストで最後にレディーガガに出てもらうっていう。あー、いいね。レディーガガみたいな人に出てもらう。
6時間スペシャルで本人曲歌わせてくれ、いいですよ。6時間スペシャルができたらあのキャプテンさんが1曲歌ってくれます。ひろきさんも歌ってください。ああ、まあまあ、その時は。確かね、FM 小座の時は山内さん1曲歌ったんじゃないかな。ああ、歌った歌った。なんちゃレディーガガ。あ、タロスケにやってもらおうか。あ、いいね。あ、もうちょっと補足しないといけんな。もうちょっと化粧濃くしないといけん。ふふふ。一番最後の予作を激しい。頑張ろう。はい、ありがとうございました。まあ、次です。